ベルギー国内の高速鉄道路線ブリュッセル南駅の国際線、ホームベルギー高速鉄道1号線は、ベルギーの高速鉄道路線でブリュッセルとフランス国境を結んでいる。路線長は 88km でそのうち 71km は新たに建設された専用の高速線で、残りの 17km は在来線を改良した区間となっている。 営業開始は1997年12月14日である。東路線の開業により、パリブルッセル間の所要時間をかなり短縮され、現在1時間20分ほどである。l g v 北線とともにユーロスターなどの国際列車の所要時間短縮で大きなインパクトを与えている。ロンドンとブリュッセルを結ぶユーロスター以外にも、パリブルッセル、アムステルダム方面を結ぶタリスが運行されている。 建設費は14億2000万ユーロである。列車はブリュッセル南駅を出ると在来線を経由する。従来からの在来線も時速2 2 0トルの高速走行ができるように大幅に改良された。フォレストでタリスやユーロスターの検車所を過ぎる。起点から1 3トルの晴れで列車はブリュッセルシャルルロワ運河を越える前に改作広報トンネル区間に入る。 17km 地点で、晴れ近郊ランビックで高速線に入り時速 300km 走行になる。ルベックとエンギエンの間は、オートルート A8 号線と安全策で仕切られ、並行している。エンギエンでは、従来からの在来線ブリュッセル・トゥルネー線とおよそ 10km、並行する。保線基地のレック区は、後の近くにある。この基地は、 路線の建設が行われていた1993年から1998年の間、強され現在は HSL1 の保線基地となっている。少し行くと2005メートルのアーブル高架橋を渡る。この高架橋はヨーロッパでも長い高架橋の一つで、アトとチーバース間にあり、アトブラントンウーンが、デンダー川、モンス道路、オット・ジュバイズ鉄道をまたいでいる。アントイングで、 モンストゥルネー線に接続する。この路線は、タリスのパリナミュール間の路線に使われている。その後、スヘルデ川の483メートルの高架橋を過ぎ、ブルイエルの365メートルの改作広報トンネル区間を通り、ベルギーとフランス国境を過ぎ、88キロメートル地点のワンネハインに達する。そこから11キロメートル進むと、 LGV 北線との分岐点フレタンに達し、パリやリール方面それぞれに向かう列車は分かれる。道路線は LGV 各線に導入されている方式と同じ、保安システムである t v m 4 3 0が導入されている。ありがとうございます。